今回は千葉県千葉市の心霊スポット、たたりの松の木に行ってきました。JR 西千葉駅の駅前に心霊スポットがあるんです。それが今回紹介するたたりの松の木になります。西千葉駅にはロータリー等があって、整備されているのに邪魔な場所に残っている木がいくつもあります。 なぜこんな不自然な場所に木が残っているのでしょうかこれがのの松の木なんですある伝説があるため切られずに残っているというたたりの松の木は過去にこの木に関するいわく等が雑誌やメディア等で多数取り上げられています千葉県の心霊スポットマルン でもよく紹介されているのを見かけます都心に近く駅近でアクセス良好な心霊スポットだからこそよく紹介されて有名なんだと思いますたたりの松垣の,の誘惑についてこの場所はもともと桜藩の領地で その昔桜藩の罪人が斬首される形状として使われていたらしいです形状はまたの名を首切り山首切り塚といわれており罪人の首をはねるための場所は小高く盛られた土の上でその周辺には跳ね落とした首を供養するため 処刑された人間の数だけ松の木を植えていたとも言われているらしいですそのためここに残された松の木は全て供養のために植えられたものとされておりこの木を切ると必ず災いが起こるというらしいですかつて駅前の開発のために西千葉の首塚をその昔移動したことがあったのだが その工事関係者が3人亡くなったとされたたりの木の噂は一気に広まったといわれていますしかしそんなものは迷信だとして駅の隣に病院を建てるため一部の松の木が伐採されましたしかし無事その病院の建設が終わり何事もなかったと安堵した1ヶ月後 この病院の院長が謎の開始を遂げたらしいですその後病院は結局閉鎖され建物自体も雑居ビルへと姿が変わったらしいですしかしテナントに入るたびにその店は次々と廃業していくという噂もありますたたりの松の木の怖い噂 透き通った人間が目撃さ。れる。松の木にいたずらするとバチが当たる。近所の雑居ビルのテナントは次々と廃業する。祟りの松の木近くにある西千,西千葉稲荷も一緒に心霊スポットとして紹介されているのをたまに見かけます。 ネットではこんな記事を見つけました。神社の由来は、江戸時代、ヨスという20代の若者がうなぎを下ろしていると、ある年長のおかみさんと恋仲になり、それが発覚して、ヨスは西千葉の形状で処刑をされることが決まったということから始まったと言われています。 その道中、歯の強い男が、ヨスケの縄を歯で噛み切り、逃げ出すと、そのまま江戸へ逃げ込んだという。そして、真面目に生きることを決意したヨスケは、小さな旅館で真面目に働き始めます。ヨスケの働きぶりが良かったため、 そのお店はよく繁盛し、家族にも恵まれ、ヨスケは幸せに生きていました。しかし、ヨスケの頭には、常に自分が逃亡してきた石芝で、他の処刑された人々への思いが募っていました。そんなある日、彼は石芝へ出向き、小さな石を積み上げて、 刑場で処刑された罪人たちの供養をしたとされていますこの供養の話をよすは死の直前に信頼を置いていた一番の弟子に話し遺言として自分の代わりに供養を続けてほしいと言い残したとされていますこうした逸話があることから 切ればたたる松の木とその木を供養する神社のとがこの地に同時に存在しているのは偶然でもなくむしろ二つの霊的異物の力が拮抗しているからこそこの地に平安がもたらされているとも言えると記事にはありました。また元々は この神社は近くから移設されてきたものとも言われておりそれもまた駅前にあるたたりの木に何らかの関係があると思われているとのことでした昔は自由に恋愛ができなかったからこその逸話なのでしょうか恋仲になるだけで処刑とは厳しいようですね 年長の女将ということは不倫だったのでしょうか詳細がわからないからこそ憶測でいろいろな予想ができてしまいますね夫・嫁女等の風習があったりするので今では考えられない風習だったり考え方があったんだと思います いつまでもう今だからこそ理解に苦しむしわからないということはあると思うですが昔の人たちからするとそれが当たり前で私たちの考え方の方が理解に苦しむと思っているかもしれませんよね。今でいうジェネレーションギャップや 働くことへの考え方が年配の方と若者で違うからこそハラスメントだったりと問題も起きてしまうんでしょうしいろんな考え方を踏まえた上で自分の考えを持っていくのが一番だと私は思っています他人が何を考えているかなんて理解することは絶対にありえないですからね 噂だけがまだ残ってるだけ。おすすめの心霊スポット等ありましたらコメントにて教えてください。動画のご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。